闇の炎に抱かれて死ぬ。はい、どうも、最近電気つけたまま寝てしまい、毎回浅い夢の悪夢を見て飛び起きる男、カイトです。ついついちょっと休憩するつもりがベッドで横になって長時間寝てしまうなんて経験、皆さんはありませんか？僕もその中の一人なんですよね。結論、ベッドで休憩しないことが一番なんですよ。お布団には多大な睡魔を引き寄せる悪魔的魔力を持っているので、この最大の誘惑に人間はなかなか抗うことができないのですよ。まあ、俺ニートなんで何もしてないんですけどね。ってことで今回はカップヌードルの CM にツッコミをしていきたいと思います。CM のアニメ映像は流せられないので一部の画像でお送りさせていただきますが、内容的には昔のアニメが現代の高校生として描かれた爽やかな青春ストーリーとなっています。それではどうぞ。ハジもおしゃれしたら、せっかく可愛いんだからクララ。ああ、もうすでにクララは立てる前提なんだね。なんか顔可愛くなりすぎて俺の息子の方が立ってき。ハイジ、16歳。どうしよう、私はクララじゃないんだろう。いや、まさかのクララモデルデビュー。ハイジが普通の高校生に対して人生勝ち組すぎない？ん？ここではペーターもイケメンになっていると。青春ってちょっと意地悪だねえペーター。今日もクララが可愛くて私なんかが。俺は今のハイジが好きだよ。いや、なにこの茶番。もうクララを踏み台にしてハイジがリア充になった感がすごい。この画像だけ見るとそのうち未来へ待てとか言い出しそうな画像だな。なあ、俺たち付き合ってんだよな。え、なに？いや、好きって言われてないなと思って。あの、今それどころじゃないから。後ろ後ろ後ろ、隕石みたいなの落ちて生命の危機訪れちゃってるから。やめてよ、恥ずかしいじゃん。でも一度も言われてないしな。欲しがるな。あの、君たち人の話聞いてる？後ろにエイリアみたいなやつがとんでもない光線出して人類滅亡させようとしてるから。言葉にしてほしいんだよ。分かった、ちゃんと好きです。いや、もう勝手にしたー。キキ、17歳、この気持ちうまくお届けできますか？いや、地味に宅急便とかけたうまいセリフ言ってんじゃねえよ。結構です。今、青春に魔法がかかる。マジでするけど、どういうこと？もうすでにこのリア充展開の連続に俺が精神科にかかりそうなんだけど。トンボ、届け物があるの。キキ、いや、トンボいつの間にアート姉ちゃんいて前髪増量した？検索と前髪の量違いすぎない？大好き。もう少し告白する場所マシなとこあっただろう。クイズぶち壊しじゃないかい。うわ、強くなれゾロ。いや、あの竹刀3本って反則じゃないの？そこが一番気になるんですが。ゾロ17歳三刀流。いや、お前ペンでも3つ使いなんかい。いらなすぎない、そのスペック。俺は世界一の剣豪になる。青春なんて言えない、約束したんだ。はたから見たら世界一の中二病。でもこのシーンは珍しくリア充展開じゃなさそうなんで期待ですね。もう二度と負けねえから。へへへ。あ、かっこいい。まさかの BL 展開来たんだけど。磯野さん、伝えたいことがあります。え、もう二人ともここまで来ると髪型だけで誰か判断してるみたいなとこあるよね。マスオです。挨拶めちゃくちゃクール。完全に深夜の不女子向けアニメの雰囲気。好きになったのは愉快な人でした。もうこれが月日だってモンスターになるの知ってたらプロポーズはなかっただろうね。青春はいつまで続きますか？最後の文化祭だね。いや、急に切な。俺も実は受験前の高3の夏休み、花火大会を女の子と言って儚い時間で付き合わず終わった恋があったな。僕とお付き合いしてください。なんで後ろにクララいるの？別世界線の人混ざってんだけど。はい、バッタムーン。いや、お前その役絶対いらないから。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。